どうも、こんばんは、よりたまです。今回は、フラパ前っていうところで、モンストの公式が YouTube でね、フラパ前スペシャルライブっていうのをしてまして、そちらの方でね、先ほど、ほんまに直近の情報になります。新限定キャラクターが登場っていうところで、こちらのね、キャラクターの紹介をしていきたいと思います。もうすでにね、画面には出てるんですけど、週末運命共同体っていうのが、7月10日に登場しますと。で、4月10日に登場するガチャなんですけど、ディスティニーバーストライブかなに初登場っていうので、7月10日から7月12まで登場してるみたいですと。で、性能なんですけど、性能がね、まあ、ちょっとノストラに似てて、貫通ゲージのバランス型になってます。で、アビリティがね、アンチ重力バリア、超マインスイーパー M、ゲージでアンチ減速壁とバイタルキラーになってます。ストライクショットが、まあ、大号令となってます。大号令の16プラス8ターンですね。で、友情コンボが、超強拡大爆破弾と、高スピアップ。これは新しい友情コンボですね。となってます。なんでね、ノストラダムスとベートーベンかなをもう本当にガッチャンコしたようなキャラクターになってます。で、いけるとこかな、いけるとこは、パッドモイツくんはイグノーと、29も、キンキのね、キンキの29もいけなくはないかな、みたいなキャラ性能ですと。多分ね、限定キャラなんで、今後ね、接待がありそうな、まあ、アビリはしてるかなと思います。で、最後になんですけど、このね、ディスニーバーストライブなんですけど、まあ先ほどね、7月10日から7月12までって言ったんですけど、火属性とね、闇属性の、言った混合ガチャになります。なんでね、その、背徳とかは出るらしいんですよ。その、2018仕様のデザインの背徳ピストルズが出るみたいなんですけど、多分ね、結構その闇ガチャとなりますと、なんで、闇ガチャだけにね、闇属性だけに闇ガチャなんですけど、なので、正直ね、まあ、このね、多分、11かな ?11 のモンストニュースでコラボとか、まあ、なんか大きい発表があると思うんですよ。それをね、待ってから引いた方がいいと思います。まあ、ただね、どうしても、ノストラ大好きとか、あとはそのベートーベン大好きっていう方は、もうね、引いていいと思うんですけど、やっぱりね、そのオーブをどうしても節約したいとかね、そういう人は、モンストニュース、後で引くようにしましょう。でね、おそらくね、これね、期間限定じゃなくて、終わったら、毎年のようにね、属性ガチャにその、ポンと突っ込まれると思います。ミッドナイトパーティーかなに突っ込まれると思うんで、そちらの方ね、引く方がいいと思います。ということでね、もうなんかね、急に、限定キャラみたいな感じで、もうね、フラパまでないと思ってたんですけど、発表されたんで、急いで、動画を作りました。よかったらね、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。ということで、本動画終わります。バイバーイ。